マルデン島は中部太平洋に位置する無人島。19世紀においてはインディペンデンス島とも呼ばれた。ライン諸島のうち中部ライン諸島にありキリバスに所属する。標高は低く不毛な島で面積は約39.3平方キロメートル。マルデン島は戦死時代に築かれたと考えられる謎の多い遺跡、かつて存在した広大な林産室グアの、 またイギリス初の水爆実験場として使われたこと、そして現在は海鳥の重要な繁殖地として知られる。マルデン島は現在、マルデン島自然保護区に指定されている。2014年にキリバス政府は南部ライン諸島の島、フリント島、ボストック島、マルデン島、スターバック島の周辺に12海里の近緑区を設定した。マルデン島は、 赤道の南約242海里、ホノルルの南約1530海里の位置にあり、南アメリカ大陸からは4000海里以上もの距離がある。最も近い陸地は、ライン諸島のスターバック島で、マルデン島の南西110海里に位置する。また、有人地としては、トンガレバ島が最も近く、マルデン島の南西243海里に位置している。 最も近い空港は、キリスイマスイ島のカシディ国際空港で、マルデン島の北西365海里に位置する。この他の島として、ジャービス島が北西373海里、ボストック島が南南島385海里、カロリン島が南東460海里に位置している。マルデン島の形は大雑把に言って、正三角形に近く、最も広いところで、幅は、 約8キロメートルである。また、西側と南側の角は少し切り取られたような形で、北側、東側、南西側の海岸は少し短く約7キロメートルの長さとなっている。またさらに短い西側と南側の海岸は約1キロメートルから2キロメートル程度の長さである。丸伝統の東側から、 中央部の大部分は不規則な形の広く浅い証拠が存在しており、この湖内には多くの小島が点在している。この証拠は陸地によって閉じられており、海面とは繋がっていないが、北側と東側の土地は比較的狭い。この証拠は地下で海と繋がっており、水は完全に海水である。マルデン島の陸地の大部分はこの証拠の西側と、 南側に存在する。そして島全体の面積は約39.3平方キロメートルである。丸電灯の標高は低く、最高点においても海抜10メートル以下である。この島の最高標高点は海岸にほど近い島の円にある。島の内側はこれよりもさらに低く、島の西側で海抜数メートル程度しかない。 島の中央部から東側にかけては海面よりも陸地が低くその部分が証拠となっている。このような地形のためマルデン島の内陸部のほとんどから海を見ることはできない。またマルデン島には淡水はないが地下に淡水レンズが存在する可能性がある。マルデン島の海岸には太平洋の波が止まることなく打ち付けており狭いながらも白色から 灰色の砂浜を形成している。最も大きな白い砂浜が存在する西側の海岸を除いて、海岸は灰色のサンゴの殻に覆われており、これによって海岸に沿った島の縁が形成され、島の内側まで達している。マルデン島が孤島であることと乾燥していることから、島の植物性は限られている。16種の遺憾た場植物の存在が記録されており、 内ち九種が固有種である。島の多くの部分が生育不良の入間の藪、草木、雑草に覆われている。かつては生育不良のトゲミウドの木の藪が確認されたが、現在まで生き残っているものは皆無に近い。またかつてここヤシがグアノ採掘の行員によって植えられたが、それらが根付くことはなく、現在では枯れ果てたその木々をわずかに見ることができるのみである。現在、 塔の広大な空き地は、竹の低い木本製ル植物で、浜ビシカのトリビューラスチーズをはじめとする気化植物の雑草が優先しており、若いセグロアジサシにさらなる隠れ場所を提供している。丸伝島は、青ツラカツオドリ、赤ア,アシカツオドリ、熱帯鳥、オオグンカンドリ、コグンカンドリ、南洋マミジロアジサシ、赤オ熱帯鳥、セグロアジサシを含む、 数十種の海鳥の重要な繁殖地である。これらに加えて、アラスカから飛来するハリモモ注釈を代表に、合計19種類の海鳥の越冬地としても、重要である。小笠原や森とボートンヘビメトカゲの2種類のトカゲが、現在、茶色のトンボと共に島内に生息している。クアノ採掘が行われていた時期には、猫、豚、羊、ハツカネズミが、マルデン島に移入された。 豚と羊は死に絶えてしまったが猫とハツカネズミは現在でも島内で生息していることが確認されている。また少数の青海ガメが海岸に巣を作りヤドカリが多数生息している。マルデン島が発見されたのは1825年7月30日のことでジョージバイロンによって発見された。このジョージバイロンは 有名な詩人のジョージ・ゴードン・バイロンのいとこで、ジョージ・ゴードンの後を継いで、第七代バイロン男爵となった人物である。バイロンは、イギリス海軍の軍人であり、当時は、HMS ・ブロンドの船長であった。HMS ・ブロンドは、イギリスのロンドンで死去したハワイ王国の若き王、カメハメハ二世とその王妃カマママルの遺体を、ハワイ王国ホノルルに送り届けるという特別任務を、遂行し、 ロンドンへ戻る途上であった。マルデン島は、HMS ブロンドの公会長であったチャールズ・ロバーと、マルデン単位にちなんで名付けられた。マルデンは島を最初に視認し、短時間の上陸も行っている。また HMS ブロンドには、博物学者のアンドリュー・ブロクサムと、王立園芸協会のために外遊していた、植物学者のジェームス・マクレイが乗船しており、マルデン等の探索に参加して、 その際に得られた観察結果を記録している。ただし、マルデン島自体は1823年に捕鯨船ウィンスローの船長ウィリアム・クラークによって発見されていた可能性がある。発見時、マルデン島は無人島であったが、何らかの神殿など一時は人間が居住していたと考えられる遺跡が発見された。この遺跡の由来は、 しばしば推測で、難破した船の船員、海賊、南アメリカのインカ人、大昔の中国の航海者など様々な存在によるものであると述べられる。1924年には、ホノルルのバーン・ニス・ピー・ビショップ博物館から考古学者のケネス・エモリーを招いて調査が行われた。エモリーは、これらの遺跡は小規模なポリネシア人のグループによって築かれたと結論付けた。 エモリーによれば、おそらく数世紀前に居住しており、数世代の人間が居住していたと推測された。これらの石造りの遺跡は、主に島の北側と南側の海岸沿いの隆起部に所在している。合計で21か所の遺跡が発見され、特に島の北西側に存在する3つの遺跡は、他のものと比べて大規模なものであった。これらの遺跡には、 マライと呼ばれる再使用の段、住宅跡、墓の跡が含まれる。ドゥアモツ諸島に存在する石造りの遺跡と比較すると約100人から200人程度の住人がいればこの規模の建築を行うことが可能であると考えられる。マルデン島の神殿と同じタイプのものはオーストラル諸島の一島であるライババエ島でも発見されている。これらの先住民は 複数の井戸を使用していたと考えられ、枯れ果てたり塩水が湧き出るようになってしまった井戸の跡が、跡の開拓者によって発見されている。19世紀前半は中部太平洋におけるアメリカ合衆国の捕鯨が前世紀であり、この捕鯨従事者たちがマルデン島を訪れることがしばしばあった。1918年、アメリカ合衆国のスクーナー・アニーラーセンがマルデン。 島に立ち寄っている。アニーラーセンは、頻度を、ジャーマン・コンスピラシーによって悪名高い。1856年に成立した、アメリカ合衆国のグアノ島法に基づき、アメリカ合衆国のグアノ採掘業者が立憲を主張した。このグアノ島法は、他国政府によって領有されていない、あらゆる島、いわ、産後礁に堆積するグアノを、米国市民が発見し、 平和的に占領した時はいつでもアメリカ合衆国大統領の裁量で領有したと判断して差し支えないといったものであった。しかしながらアメリカ合衆国の業者がグアノ採掘を始める前にマルデン島はイギリス政府から許可を受けたオーストラリアの採掘業者によって占拠されていた。この採掘業者とその後継業者は1860年代から1927年まで マルデン島で、グアノの採掘を行った。グアノ採掘期にマルデン島を訪れた、ベアトリスグリム賞は、不毛という他ない、ちっぽけの島と酷評しており、日陰、涼しさ、すがすがしい果物、愉快な光景や音、ここには、そのようなものは全く存在しない。この島で生活する人々が見るのは、どうにかして大使の場ねばならない、流景地の光景である。とも述べている。 また彼女は、マルデン島には大きな木製の桟橋を正面に備えた入植地がある。背の低い灰色がかった緑の草に覆われた平原のうら寂しさは、ささやかな黄色い花を咲かせた干木が点在することで和らげられていると述べている。淡水がなく、淡水の井戸の採掘もできなかったマルデン島において移住者たちの水は、 大規模な上流施設によってまかなわれていた。一方で、五人内しは六人のヨーロッパ人のマルデン、等の監督者は、砂浜の上のブリキ屋根の小さな平屋建ての家を与えられたが、一方で、ニーエやアイツ滝島から来た労働者たちは、大きいナ屋のような小屋に居住していた。グリム省は、この建物について、広く、ガランとした日陰の多い建物で取り付けられた。 広い棚に敷物と枕を敷いて眠ると述べている。労働者たちの食事は、米ビスケット、さつまいも缶詰の牛肉と紅茶、それと病気になったものには、わずかばかりのココナッツから構成されていた。また、白人の監督者の食事は、様々な種類の缶詰、パン、米鶏肉、豚肉、羊肉と羊乳から構成されていた。その一方で、 野菜を取ることは困難であった。契約によってマルデン島に来た労働者たちは、1年間の契約で1週間あたり10シリングの給与に加えて、部屋と食事が与えられ、契約が終了した際には、出身の島へ送還されることになっていた。監督者たちの給与は、かなり高額であると述べられていた。仕事は、朝5時から夕方5時まで行われ、1時間と45分の、 食事休憩の時間が間に含まれていた。このグアノ採掘者たちによって、マルデン島には大きな帆をつけた車両を用いて移動する、軌道が設置された。労働者たちは、空の車両を押して、二役作業場から採掘場所まで押し上げた。そして1日の最後に帆を張り、マルデン島でよく吹く、南東方向の風に乗って、グアノを積み込んだ車両を移動させ、グアノを運び出した。 その間、車両が1度や2度の脱線事故を起こすのが常だったが、この仕組みは十分に有用なものだった。また、この軌道では、手押し車も同様に用いられていた。この軌道は1924年に至るまで使用されており、今日においてもその路盤は残っている。丸ン島におけるグアの採掘は1920年代前半を、 通して継続されていたが、1930年代初頭までに、マルデン島から人の営みはすべて継いえた。そして、1956年に至るまで、誰一人としてマルデン島を利用する者はいなかった。1956年、イギリス政府は、マルデン島を、イギリス初の水爆実験場として選んだ。またこの実験の基地としては、霧水麻水島が選ばれている。 当時イギリスの役人は、マルデン島は実験の標的場所とはされていないと主張していた。それにもかかわらず、水爆の爆発地点はマルデン島の南に設定され、1957年に3発の水素爆弾が沖合で高高度、かつ近距離で起爆された。また、1956年から1957年にかけて工兵隊によって、 マルデン島に仮設滑走路が建設された。この滑走路は1979年7月まで使用可能なように維持されていた。この滑走路は島の北西の端に東西方向に建設された。その後は現在でも残っており、航空写真でもその跡を見ることができる。マルデン島は1972年にイギリス領ギルバート及びエリス諸島に組み込まれ、 1979年からはキリバス共和国の一部となっている。アメリカ合衆国政府は19世紀のグアノ島法を根拠にアメリカ合衆国による領有の主張をイギリス政府に続けていた。この領有の主張は1979年にキリバス共和国が独立を果たすまで続けられた。1979年9月20日、アメリカ合衆国と キリバス共和国の代表者がキリバス共和国の首都タラワで会談を行い友好条約を結んだ。この条約の中でアメリカ合衆国はマルデン島を含むライン諸島とフェニックス諸島の島、K14 島のキリバスによる領有を認めた。この条約は1983年9月23日に発効している。キリバスにおけるマルデン島の主な価値として 島の周囲200海里に設定される排他的経済水域が挙げられる。特に豊富なマグロ魚場が存在する。マルデン島自体には石膏が広く分布しているものの予見できる限りの市場状況からは主に輸送費の問題で経済的価値がないと見られている。1990年代中頃から数年の間、エコツアーによる観光客の来島によって いくらかの税収が発生している。このツアーは、ソサイティエクスペディションズによって、企画、運営されていた、ワールドディスクバーというエコツアーで、年に1、2回ほどマルデン島に来島していた。マルデン島で撮影された青面かつ踊りのつがいマルデン島は、自然保護区かつ、閉鎖域として保護されており、営業時代の1975年5月29日、 1975年、野生生物保護条例によってマルデン島自然保護区に公式指定された。この自然保護区指定の主な目的は、海鳥の大規模な繁殖波数を保護するためのものであった。この自然保護区は、霧水麻水島に本省を置くライン及び、フェニックス諸島開発省の一部門、野生生物保護ユニットによって運営されている。しかしながらマルデン島に、 スタッフは居住しておらず、海外から訪れる個人クルーズ旅行者や漁師は、霧水麻酔から監視されていない。1977年にはおそらく雷踏者が、原因で火災が発生し、海鳥の繁殖を脅かした。火災は現在でも脅威として残っており、特に干ばつの期間中には重大な脅威となっている。ありがとうございます。